ご期待ください。トワイライトエクスプレスです。暴れん坊将軍の松平健です。私は7年前に新婚旅行でトワイライトエクスプレスに乗りまして、函館まで行きました。180度のこのパノラマの窓がありまして、そこから眺めるロケーションは最高でした。どうぞ皆さんもぜひ体験して、満喫していただきたいと思います。あの暴れん坊将軍でさえ一度は乗ってみたいと憧れた豪華寝台特急トワイライトエクスプレス。このスイートルームは日本一予約が難しい寝台。そしてこちら食堂車には日本一豪華なディナー。海に沈む夕日を眺めながら味わうフランス料理は絶品。1分1秒争い立ち働く乗務員は日本一のプライドを胸に今日も走る。あ、見せてみて。わずかな停車時間を見つけ乗客も走る。幼い兄弟にとって列車の中はワンダーランド。そしてそれぞれの思いが通い合う人生の交差点。大阪札幌1500キロ、21時間におけるハプニングの数々。別れと涙、人生模様を織りなす日本一豪華な寝台特急トワイライトエクスプレスの旅に完全密着します。おお、カメラ小僧が集まっていますな。ダイスカーナゴでもおるのかな。そう、綺麗な花子さん、そんなわけないやろ。そうそう、もちろんカメラ小僧たちのお目当てはこちらトワイライトエクスプレスですわな。11時38分、真っ先に食堂車クルーが乗り込みます。コックさんが3人、フロア係の人が3人で合計6人。続いて車掌さんたちも乗り込みます。今日は新人さんが一緒ですな。トワイライトエクスプレスは12時に出発後、すぐにランチタイムが始まります。食堂車のスタッフは大忙し。厨房内ではコックさんたちも食材や食器の準備で大忙し。これからですか。約21時間です。帰りも。帰りも往復でやっぱり48時間というんですかね。札幌の車庫の中入れると大変ですけど。もうね、帰ってくる時顔とかむくんでるんですよ。パンパンに。足とかもむくんで。で、帰ってきたら、えらい顔が腫れてるやん。太ったんちゃうって。むくんでるのって言いたい。出発が近づき、お客さんたちも続々やってきます。コーラーまた随分大きな荷物持ってますな。お見かけしたところ中学生ぐらいかな、それぐらいかな。荷物は2人しか持ってないから、お母さんは見送りに来たんでしょうね。しかしその荷物なんですの。これ自転車なんですけども。自転車、はい。あ、ちょっとね、子供たちだけでね、ちょっと自転車で行くんですけど、まあ、何かあったら人に道聞いたり、まあ、いざとなったら電話もありますし、まあ、とりあえずは2人で、ね、行くんで、ちょっとは、まあ、心配ですけども大丈夫だと思って、まあ、OK したんですけど。なるほど、可愛い子には旅をさせらですな。それはそうと、このトワイライトエクスプレスには日本一チケットを取るのが難しくて幻のスイートルームと呼ばれる部屋があります。はい、これはフェアさん2人だったらいいのにな。ここなほんま。しかしこのグループ6人さんですな。確か最大3人しか泊まれんはずやけど。お待たせをいたしました。トワイライトエクスプレス北海道札幌に向け、まもなく発車をいたします。やっぱりお母さん心配そうやな。出発直前、ちょっと分けるの夫婦が慌てて乗り込んできました。兄弟2人だけで旅に出るのは初めての経験。お母さん心配そうやけど、きっといい経験になりますわ。ほう、
食堂車のスタッフって出発の時はこうしてホームに向かってお辞儀をするんですな。午後12時ちょうど、これから大阪札幌21時間1500キロの旅が始まります。トワイライトでは新鮮な刺身を提供するため、魚はこうして列車の中でさばきます。なんちゅうても電車は走ってますからな、当然こうして揺れるんであります。コック長の鎌田さんのように足をしっかり踏ん張り、腰を据えて仕事をせんと怪我をします。フライパンには返しが特注でついています。包丁はよほど気をつけて使わんといけませんな。ね、サードコックの亀井君。亀井君の特徴ですか。亀井君はね、みんなが忙しくてもマイペースであるのに慌てて皿を割る。皿はよう割りますよ。ちょっと困るんですけどね。のんびりしているけどおっちょこちょいなところもある亀井君であります。ちょっとそれ血やないの。あ、見てみて。あちゃー、指切った。この番組は P&G とご覧のスポンサーがお送りします。発車早々こらまったトラブル発生。あ、見てみて。新米国の亀井君が指を切り寄った。ちょっとすぐや、サロンで拭くのよ、まあ、怒られるのはもう慣れっこみたいでありますが、だが今の包丁に我慣れずの心境であります。どうやってって拭いにいかって、ダメだってやから、不注意ですね。別に理由はないですよ、切るのには。しかしカメラは決定的瞬間を捉えていた。まな板の野菜くずを包丁で捨てるとき、一緒に指を切っていたのであります。慌てず騒がず冷静な亀井君。しかしコック長鎌田さんの目はごまかせなかった。たったり前や、あれだけ派手に血流しちゃバレるのも当然やろうが。新大阪からちびっこ2人とお母さんが乗車。部屋は定員4名の B 個室。すみません。わあ、よかったね。よかったね。やったやったやった。よかったね。滝沢優馬くんとお姉ちゃんのよりこちゃんは鉄道がめっちゃ大好きな兄弟。お母さんにお願いしますだ、お勉強いたします、おねしょもいたしませんから、頼み頼んで憧れの列車トワイライトエクスプレスのチケットを取ってもらったんです。前の晩から興奮しまくり。入ってますか。はい、地図と時刻表入ってるか確認して入れてね。うん、確認。明日を増えるから寝なさい。ママ一人で行っちゃうよ。行ってらっしゃい。さあ、二人の冒険が始まります。あ、すごい、販売機があって珍しい。そうだよ。ここなんですか。すごい。あ、ここはさっき行ったでしょ。え、こんなとこにあったんだ。ここは分かんない。何これ。あ、これか。これはな、310円で30分間使える有料のシャワールーム。温水シャワーが6分も使い放題。わしのでかい頭もゆっくり洗えるわな。さあな。そしてここはお客さんみんなの憩いの場、サロンか。すいません。いい眺めやな。美しい景色を眺めながらゆっくりくつろげます。お、入って。本当は自動なんだけど背がちっちゃいから開けませんな。あらら、無理やりこじ開けた。あらまあ、ラッシュ成功。今度は準備中の食堂車へ潜入。感じやろ。中はまるで高級レストラン。1号車は A 個室の車両。そして最後尾はスイートルーム。ああ、開けちゃったよ。東北地方行ったら田んぼが。いや、これね、こっちの方が綺麗よ。人の家だよ、ダメだね。いや、大丈夫大丈夫、気ぃついてはれへんって。子供たちにはまるでお家に見えるほどだったんですね。二人の車内大冒険、ゴールは車掌さんのいる乗務員室。これ何ですか、これ。
が開けるの。これ電気のスイッチ。電気のこのスイッチ。なんか時間に本当余裕さえあれば、うん、ぜひおすすめかなと。そうなんですよ、ね。感じですね。乗ってみてか、今度。乗ってみようかな。しかもスイート。一人じゃダメよ、スイート。当然じゃないですか、そんなの。本当贅沢な感じがしたよ、とっても。やっぱりこう時間の使い方にもよるんでしょうね、21時間の。もうこういう電車に乗るんだから、じゃあ21時間、ここはもうリッチに使おうみたいなふうに最初から決めていかないと、もたもしちゃったらもったいないですよね。ね、あのたかが寝台特急と侮ってるあなたの認識が変わります。はい、もう今のはまだまだ序の口です。見逃したらですね、後悔すること受け合いの魅力的なシーンがこの後目白押しですので、お楽しみに。お母さん、マメにおむつを変えていてもおしっことゆるゆるうんちが触れてしまうとかぶれやすくなるんです。そこでパンパスサラサラケア新生児用と S サイズ、おしっこを逆戻りさせないのでゆるゆるうんちが触れにくいのです。81% もかぶれが少なくなりました。新生児用も S サイズもパンパースサラサラケア、肌健やかに大きくなあれ、 P&G です。マザー M を取ったらアザー他人です。勉強にはコツがあります。トライの家庭教師ならプラス30点が夢じゃない。評判は全国のご親戚にお聞きください。トライでは電話での勧誘、教材の販売は一切しておりません。自信があります。お電話ください。 0120-555-202 家庭教師のトライ。お元気ですか。板チョコ入って美味しさバリバリ、手つきも板チョコもなか。明日はスティックタイプ。夏の魔力、惑わされて恋の微熱犯されて、美味しい暑さは一つだけ、切れてるチーズといえばクラフト。この胸の銃、超豪華寝台特急トワイライトエクスプレス、旅はまだ始まったばかり。パーサーの中村智子ことトムちゃんは車内販売を開始。さすがなにわ娘、すっかり打ち解けていますな。とにかく元気な21歳、お客さんのただいまアイドル中。なんで撮ってはるんです。さ、何もなかったように行きますわ。大阪、新大阪、次は京都、ドス。いろいろな駅からさまざまな年齢、職業の人が来はります。乗り込んでくるお客さんの中に車椅子に乗ったおばあちゃんがいました。あ、ありがとうございました。お世話になりました。あ、よかった。ペッペやな。ねえ、ほんと、すいません。高層で大丈夫だよ。はい、じゃ車椅子。どうもありがとうございます。ありがとうございます。おかげさんでね、助かりました。はい、母さん、これで、ね、乗ってて着いたら母さん田舎へ帰れるよ、札幌へ。おかげでさ、これさんの自分一人だったらなんぼもうお金山ほど住んでも、こうみんなが来てくれたからね。新谷信さんは北海道士別出身の89歳。女で一つで娘の勝江さんを育て上げました。持病の股関節脱臼が悪化して寝たきりの状態になった20年前、手術と治療のため勝江さんが嫁ぎ先の大阪に引き取ったんです。今回の旅の目的は札幌にある両親のお墓参り。もう年もね、あの数えの90になりますしね。だから、うん、こんなこと言ったらおかしいけど、まあ今連れて行かないと、もう、うん、なかなかね、だんだんいなく連れて帰ることも不可能になると思ってね。で、もうなんとかお墓参りをして、ね、おじいちゃんもおばあちゃんも亡くなってるしね。夢にね、お母さんたちが、死んだお母さんたちが生きてる夢ばっかり見る。
さまざまな人生を乗せて21時間1500キロ札幌へとひた走るトワイライトエクスプレス。京都を抜け滋賀に入ると窓の向こうに琵琶湖が広がってきます。実はこの琵琶湖周辺、鉄道マニア一押しのビューポイント、大自然に囲まれた美しい車体を撮影することができる穴場なんですな。走る姿は優雅でも、中に乗っている乗務員、特に食堂車のクルーはてんやわんやの大騒ぎ。ランチタイムの真っ最中なんでありますが、人気メニューのプレアデスランチはじっくり煮込んだビーフシチュー。今見てごらん、あそこ後ろのガラス、前のガラスでもいいよ、あそこに書いてあるガラス、ほら綺麗だね。わかる、前にもあるでしょあそこ。鉄道大好き兄弟は日本一贅沢な鉄道の旅を満喫していますな。兄弟といえば、大阪から自転車と一緒に乗り込んできたこの二人、若さと元気を持て余しています。お兄ちゃんの遠田翔一郎くんと妹のさやかちゃん、そんな二人が今熱中しているのは最も過酷なスポーツと言われるトライアスロン。マラソンをやっていたお母さんの影響で始め、今では二人ともジュニアオリンピックに出るほどの実力、すごいじゃありませんか。お母さんが学生時代過ごしたことのある洞爺湖から札幌までなんと自転車で走るという夢を叶えるため、トワイライトエクスプレスに乗り込んだんです。パチッ、入ってる、入ってた入ってた、入ってた。もうじっとしていられない。部屋を飛び出した2人がまず出会ったのは、こんにちは。こんにちは。どこまで行くの？札幌まで。昔片山津、こういう触れ合いは鉄道の旅ならではのものですな。飛行機や熊の旅じゃ味わえませんよ。大阪を出て3時間半、加賀百万石の城下町金沢に到着。金沢、金沢。駅に着いた瞬間ホームに飛び出していた新子さん、一体何やの？どうしたんでしょうか？アイドンの10代の終わり頃かな。年を取るのに自信がなくなってきて、でも肌が綺麗だったらいろんなこと頑張れると思ってた。だから磨きに磨きをかけてきたわけでしょ。使うほどに SK-2、 自然酵母から生まれた SK-2 ピテラがクリアな素肌へ導きます。肌さえ綺麗ならできること、クリアな素肌へ SK-2。まだ残業中。はい。そんなあなたにバスケソフト第一シリーズ、僕にお任せ。仕事スピードアップ会計ソフト第一シリーズ、もう残業いや。はい。そんなあなたにバスケソフト第一シリーズ、僕にお任せ。仕事スピードアップ会計ソフト第一シリーズ、梅酒募集は梅酒、おじさんたこ焼き、かわいこちゃんにはいっぱいおけしようよ。かわいこちゃんだなんて、もうえい、お待ち。お先に失礼、おばちゃん。おばシュワーな梅酒、ちょうや梅酒ってやっぱ梅酒。食事の前にちょうや梅酒ない、母が好きなもので。食事の前にちょうや梅酒ない、父も大好きなもので。女三十梅酒にハマる、ちょうや梅酒奇襲。ばあやが金沢駅に着いた瞬間ホームに飛び出していった新婚さん、一体どうしたの？ちょっと待って、じゃあ、はい、満札やな、満札。2万払って次をもらんちゅうことは2万やな。これさあ、この大きな包み何やと思う？びっくりすんで。電話でですね、前もって予約して、何号車で取りに行きますって言うと、そこでお店の人が待ってて
てもらって、そこであの買うわけですね。これぞ知る人ぞ知る金沢の1万円弁当。加賀百万石の伝統を引き継ぐ料亭大友楼自慢の一品。下にも何か。すごい。こんなの食べるの初めてです。久しぶりの旅行ですから、はい、お待たせしました。またよろしくお願いします。トワイライトエクスプレスの乗車定員は141名、それに対して食堂車のクルーは6人。休む間もなく大忙し。休んでるやん、見て、足見てみんな、椅子にもたれかかって。電車は揺れるやろが、いつ緊急停止するかもわからんやろ。だからこうやって椅子やテーブルに体の重心を預けながら仕事すんのが基本なんや。安全対策なんやね。見てみ見てみ、トモちゃん座ってんで、ええんかい。これ怒るで。しかしあの立ち方はまだしないですか。腰が重いから座、もう曲げてるんですよ。でも曲げてるんですけど、曲げてるんですけど、もう踏んじゃってるんです。最初やってたんですよ、こうやって。できます。やってたんですけど、これだとこう斜めにセッティングしたりするんですよ。大体ね、座って仕事してね、仕事できるわけないですから。じゃあ足でいつも持たれてやって、だらしないですね。今日きちっときちっと。聞いて驚くな、トムちゃんはエリートですね。え、4年前に高校卒業して JR ウエストレストランに入社したトムちゃんは、昨年見事全社員憧れの的、トワイライトエクスプレスのパーサーになりました。おめでとう。しゃべくりがうまくて社交的なのは、やはり大阪で散髪屋さんをやっとる両親を見て育ったからなんでしょうか。なるほど。電車が大好きで接客業も好きというトムちゃんにはぴったりの職業でありますな。中学校、高校の時からああいう仕事がやりたいとは言ってた。うん、ただ電車に乗りたい、電車に乗りたいとは言ってた。うん、乗り物が好きね。とにかくジェットコースター、飛行機、もう乗り物やったら何でも好きな、こうやってね。家ではだからもう、友達と会う時間もないみたいし、寝てばっかしとか、そんなんで、よう寝ますわ。こう、家に帰る時は少ないんですよ。ね、もうほとんど列車に乗ってる時ばっかりいて、お母さんも久しぶりにあんたの顔見たわ。お母さんたちも乗せてあげたいんですよ。お母さんとお父さんね。お母さん乗ったことないんですか。ないんですよ。私の仕事ぶりも見てほしいし、こんなんしてるでって言うてるんですけどね。目の回るような忙しいランチタイムも終わり、食堂車クルーの遅い昼食時間となります。ご苦労さん。ほんま難儀やな。4時までお腹すきませんか。すきますよ。だけどね、ほんますきますよ。朝だから、何家出てくる前やから、8時ぐらいかな。ご飯すきますよ。キッチンでつまみ食いは。いや、つまみ食いじゃないですよ、あれは。味見はしますけどね。毒見って、毒入ってへんから。なんで人が毒入れてるみたいな。出ないですよ。まあ、つまみ食いって美味しいんですよね、結構ね。僕もたまに裏入ってちょっとこそっとしますけど。ちょうどその頃、列車はすごい。チューリップ満開だ。ここどんな人欲しいな。ほんとにチューリップ、ここだ。ちょっとちっちゃいよ。でもピンクのチューリップが一番かわいいな。すごい。富山駅での停車時間はわずか30秒。この短い時間内にゴミを出して、車内販売用の有感とマス寿司を受け取らなければなりません。はよはよはよ、もうちょっとや、残りがない。いやいや、なんとか間に合いそうでありますが、あー、さあ急ぎましょう。あー、ギリギリ間に合って、セーフ。札幌に向かって再び出発進行と思ったら、いきなりの急ブレーキ。緊急停車、厨房の中は大騒ぎ。なんや、なんや、何が起きたんや、どないしたんや。なんてか、異常事態発生のようであります。ちょっと、ちょっと、どないしました。
どうしたんですか。お客さんはね、どないかね、停車駅が短いのに買い物かなんかで降りられたみたいです、信用ほど動いた時にお客さんが列車にしがみつかれたんですよ。であのまま走られてずっとホームがあればいいんですけど、亡くなった時には怪我されたりなんかしてする場合ありますしね。とりあえずホッとしたと。ありがとうございます、はい。このチャンですな、乗り遅れたっちゅうのは。そばを買って持ち込もうと思って。30秒しか止まれない。いや、さっきね、10秒、いや、10分とかって聞いたら次の駅なんだっていうのね。それです。おそば買いに行っちゃった。びっくりした。びっくりしゃっくりしてる場合かな。車掌さんの方が驚いたわ。自分たちの昼食が終わったら即ディナーの準備に取り掛かります。どうすけ、まあ、終わらず鉄道だれよ。食堂車一筋20年、鎌田さんの厳しい目が部下の2人に注がれます。夕食前の食堂車はまさに戦場。1分1秒時間との戦いです。あとあれやろ、起こしたよ。慌てんでええから、こっち先で。限られた時間、限られたスペース、この食堂車の中で最高の料理と最高の思い出をお客さんに提供するのがプロの腕の見せ所だと鎌田さんはおっしゃいます。ただいま当列車の進行方向後ろより日本海に日が沈もうとしております。日本海がトワイライトに輝いております。トワイライトと申しますのは、ただいまのように夕焼けに染まった景色が夕闇とともに少しずつ暗くなっていく黄昏時が列車のイメージになっております。トワイライトの中を走るトワイライトエクスペースの旅をごゆっくりとお楽しみくださいませ。トライアスロン兄弟翔一郎くんとさやかちゃん、のぶおばあちゃんの部屋に遊びに来ました。椅子は出ちゃうで。わかってんだ、パパだ。取られた。おばあちゃん、いい笑顔ですな。娘の勝江さんも、おばあちゃんのこんな楽しそうな顔久しぶり見たって言ってたらしいわ。一枚しかない。いいとこ、あ、いいですね。あ、やっぱ広いですよ。おお、こちらは徳島からの団体さんですな。サロンカーで仲良くなった人たちを自慢のスイートルームにご招待というわけで、友達の結婚式で阿波踊りを披露するために札幌へ向かっているという。しかしどうして日本一取るのが難しいと言われるこのスイートルームのチケットを取れたんでしょうか。キャンセル待ちを狙ったらしいね。結構これ成功するらしいわ。なるほどなるほど。ともちゃんはディナーの準備で大忙しや。ありがとう。ちょっとこれ誰よ、これ汚い。掃除機かけて。ありゃ、またまたやってしもうたな、ともちゃん。今かけていいんですか。今は一番何せなあかんの。ディナーの夜です。はい、そうです。はい。はい。ディナー、ディナー、ディナー。亀井くん、あんただけはマイペースですな。シルバー、オッケー。はい、オッケー。拭いてよ、拭いてよ。ピース。10分で、10分で終わらせ、10分で。はーい。今のやつってまるであれみたいな。じゃあマネージャーより早く拭いてみせますわ。ほら、はよはよ急いで急いで、ハリアップ、ディナーまであと3分やで。厨房じゃ分刻みで料理を作ってる。料理が冷めたらどうするの。すぐ見てんじゃん。バターですね。
いやいや、なんとか間に合ったみたいですな。ただいま3号車食堂車では19時30分からのフランス料理フルコースディナーのご用意が整いました。なんやなんや、このおばちゃんニヤニヤしてともちゃんのアナウンス聞いて笑ってんで。行きずすごい、めっちゃ死ぬ。お願いします。ともちゃんって分かったらなんかハラハラするね、閉じられないへんな思ってハラハラする。もう慣れてるんやろ。慣れてんやろな。でもともちゃんと分かったらやっぱりなんかドキドキするやんけど。でもうまく言えたね。これが噂のフルコースディナー、お一人様1万2000円なり。おばあちゃんゆっくり食べな、箸使うとめえんで。大将すいません、お嬢さんいつでしょう、ね、一緒に記念になるから一緒に写していただけるかしら。すいません、一緒にもう記念なんで。はい、お願いします。はい、じゃあお取りします。ともちゃん本当に気分や、はい、これでもうちょっと手間が少なくなったらな。ありがとうございました。母さんもごもごやっとったな、口。ニコニコしてなかったよ。トワイライト、エクス、ねえ、いい写真撮れたね。記念になるね。ただ、今こちらで、あとコーヒー紅茶を持ち、はい、どうしましょう、お出ししましょうか。もうね、お腹いっぱい。お腹いっぱいになっちゃう。またいろいろ食べていただくわ。残したって大丈夫。トワイライトエクスプレスの食堂車は至れり尽くせり。こちらね、ちゃんと中にパンとデザートとサラダと。めっちゃ可愛い。このご飯の上に。はい。はい。よく買えな。よく買えな。おばあちゃん自分がね、こんなの車で持って帰るか欲が深いなって。そんなことないです、ちゃんと最後まで食べきってこれ入るからこちらも嬉しいです。ありがとう。失礼いたしました。すいません、ありがとうございました。なり響く非常ブザー、一体何が起こったんや。非常ブザー、未来の進化連れてるからこっちから行きますので。すいません、非常ブザー鳴りましたんで飛びます。非常ブザー